はい、今日はですね、こちらでございます。ダダーン、フーロソーカ、ペラルゴニウム属ミラビレでございます。名前長いですよね。ミラビレっていうのはラテン語で奇跡と呼ばれているんですけれども、確かにね、すごい、何ですかこの枝はという、この、まあ、冬型の、植物の中でも僕が一番アート性を感じるんですよね。アーティスティックやなーっていう、はい、これね。で、まあ、葉っぱはまあこういう、まあ葉が入るんですけど、ちょっとねこれ楽しみなのが、まあ花、ちょっとねこれは花が生えます。まあ薄いピンク色みたいな花がねポポポポポッとこう入るんですけど、これがまた綺麗なんですよね。これはすごく楽しみです。結構寒さにはかなり強いらしくて、だいたい氷点下までは耐えれるらしいので、まあ基本的には外で管理してます。はい、夏場は蒸し暑さに気をつけてください。ちょっとね湿気とかにさらしてしまうと徒長したりとか根腐れの原因になってしまいますんで、基本的には、風通しのいいところに、置いてあげてください。はい、まあ、これもだいたい値段で言うと、まあ、1万円から高いのでは8万円ぐらいまで、しますね。はい、これは本当にかっこいいです。 NG ワード、ミラビレを持ってる人のところに、遊びに行って、うわー丸々みたいってこれ絶対に言わないでほしいのは、まあ、これもカリン島です。カリン島にこんだけの高いお金出すかってなるんでね、これも絶対に気をつけてください。武器として使うなら、武器として使うなら、まあ、攻撃したい相手が素足になった時に、素足になって歩いてるところの下にこれを忍ばせて足サクでございます。はい、ということで参考になりましたでしょうか。ペラルゴニウムミラビレでございました。